はい、皆様こんばんは。3月16日月曜日、229回のしゃべくりまっしろの時間がやってまいりました。今日のまっしろはですね、朝から結構いいお天気でしたね。お天道さんも出ましてですね、あったかな一日でございました。今日のゲストをご紹介いたします。まっしろでですね、製材所を経営していまして、坂田木材株式会社の会長でいらっしゃいます坂田昌司さんです。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いいたします。ですね、今日の お話はですね、松代から長野の善光寺さんへ、7年に一度のエコー柱を奉納しています。そのエコー柱をですね、見立て、それから伐採、搬送、製材、運搬の裏方の仕事をやってらっしゃる、坂田さんに、今までのですね、そのエコー柱の関係した経過をですね、お尋ねしていきたいなというふうに思います。裏方の仕事ということで、初めて、今度は聞くっていう形になりますけれども、ちょっとあれですね、いろいろとお聞きしたいと思います。初めにですね、坂田木材さんはこれ開業何年経つあれですかね。そうですね、はい、昭和25年に坂田木材株式が、はい、有限会社ですね、最初、会社設立をしたんです。はい、それでその前、はい、戦後前の会長社長ですね、はい、私の父であるお父さんですが、一応戦争から帰ってきて、うん、坂田木材店ということで個人で、はい、やった25年まで経営して、それから25年から会社組織ということですね。あ、はい、そうすると庄司会長さんで何代目。私で2代目です。2代目ですね、はい、で今は会長さんですので、前今の社長さんっていうのは、はい、私の弟が弟さん、一応3代目として今社長になっています。で、まあ、現在はあれですね、八幡原の方に、はい、移っていますけど、はいはい、その町の中心部にあった坂田木材さんが、これいつ頃からこれエコ柱に関わるような形になったんですか。戦後からなんですが、ええ、前の社長から、はい、関わったということですね。あ、そうですか、はい、これあれですかね、今会長さんあれしてる引き継いできてやってらっしゃるんですけど、はい、その何ですかね、こういう製材見立てやなんかもしなきゃいけないじゃないですか。そういうノウハウっていうのはやっぱりお父さんからあるんですか。そうですね、私の父が、はい、昔からその名木が特に好きなもんですから、そんなことの中で大きな200年以上300年400年500年という木を扱ってたことから始まりまして、はい、それで皆さんに、要するに、200年以上の木でなければエコ柱になりませんので、うちの元社長が、携わったということだと思います。うん、はい、はい、まあ、そういったノウハウを今までずっと引き継いできてるわけですよね。はい、そうですね。だからそれはあれですかね、これ比べるときにやっぱり見て大体分かっちゃうわけ。そうですね、普通だったら寸法測ってこれ、そういうことはしないで、うん、やっぱし昔からのその、まあ、私も親父から教わったことなんですが、はい、目線でどのくらいあり、はい、その要するに10メートルいったらどのくらいある、はいはいはい、大体200年以上でなければ取れない、はいはい、尺五寸角の10メーターということは、うん、取れないということが大体分かっておりますので、はい、大体松になればもう300年ぐらい、うん、それで杉なら220年250年そのぐらいでだから取れるんじゃないかと思います。はい、はい、で今これ、ね、お父さんの写真もこれあって、まあこちらの方は松代町の中にあったあれですね、牛もいますけど。そうですね、うん、昔は、うん、松代から、うん、長野に運送引きのところに、運送引き の車に乗せて、皆さん老若男女が結局皆さんでロープで引っ張っていったと、なるほど、ね、いう経過の中で、うん、はい、松代に牛を、はい、
引っ張らしたということですね。はい、今はもう善光寺さんというか、あの途中からですね。今は途中です。今は八重銀行本店の駐車場から引っ張っております。まあこれあの町の中だと思うし、こちらへ行くと長野市の中のこれを見ると、釣り屋ですね。はい、まんじゅう屋さんのところですね。でこれ見るとですね、なんかね、こういう車を見ていただいて、こういう町の中、これ町の中ですよね。これはそうです ね、町の町の中ですね。町の中ですね。はいはい、ですね。まあこういうクレーンで持ち上げてって、で最近まではこういう大きなトラックみたいな形になってましたね。はいはいはい、昔あの昔はこういう形で OK 許された、まあね、まあ今あのちょっと警察の方もうるさくなって、そうですね、警察の方もうるさくなっておりますので、あとこちらは結局その見立てだとか伐採だとかってやらなきゃいけないじゃないですか。はいはいはい、そうですね。これはだけどあれですね、これ切ったあれだけど周りやっぱりあのなんですかね、誰もいないようなところで、今回中村神社ではこういうクレーン使ったりなんかして私らも見に行ったんだけど、今回初めてですね、ああいうふうになったのは。今回が、初めて公開という形 で、ね、やりました。はい、それまではちょっと危険な作業なもんですから、それと、労働基準局の問題もちょっと若干絡んでおりますので、クレーンでできるところだったもんですから、ね、そんな形の中でやりました。まあ、この場合はもう全然そうじゃなくて、はい、これはもう、ね、手作業で全てが滑車 で、 やるですか、宙吊りをして、うん、落としてから一度に倒すってことはない。途中でどうれって言ってベヤジャーンってなっちゃうんですね、木が長いもんですから、その勢いで転ぶ勢いで結局その木が物にならなくて、物にならなくて割れちゃうという、それを宙吊りするわけです。はいはい、これはちょっと長いですけど、これ製材所、はい、これ杉ですよね。そうですね、こういうふうな形でやっていって、はい、これだけの長さができる。でこちらは松だったんですね。ああ、こちら松だね。そうですね、うん、そんな形もありますね。まあそういったご苦労もあるですね、こういった裏方で。そうですね、この場合ですね、この工場がね、うん、まあ、相当大きな工場を作ったつもりでいたんですが、うん、結局この10メーターを引くには壁を常に破って、うん、この、まあ、7年に一度は壁を破ってで入れてるんですよ。ああ、そうです。それは壁を取ってやるって、ああそうなんですか。またそれでかぶせる、まあ、めったにそんな大きなのはないってことなんですね。ない、長さがないってことですね。ああ、そういうことね。長さがないですね。はい、まあこれ も古いやつですけど、はい、これは池田宮だったよ、はい、ちょっとお聞きしたけど、ね、これは何やってるあれですか。はい、これはお清め式ですね。うんうん、はい、でこれは善光寺のおっしゃる、それから棟梁ですね。善光寺さんの棟梁が斧を入れる、斧入れ式です。まあ、この下はこの今町歩きセンターの隣っていうのはね、八田さんのところの、はいね、ところに、まあ、こうやって置いてあったっていうことですよね。はい、今でほど何になるかわからないっていうんで、樋口家住宅に一つね、はいはいはい、セキュリティがちゃんとしてるところ置いてありますけど、そうですね、はいはい、まあ昔はね、こうやって野ざらしにしてやってても、うんうん、OK だと、まあ、どちらかというと危険ではなかった。あ、なるほど。ところが最近のこの物騒な世の中で尺なしにスプレーかけたり、はい、あ、そうか、何ですか、釘を打たれたり、はい、いろんなことが起きて、困るんで、うん、セキュリティのちゃんとしっかりしたところを管理したいということなんですね。はい、こちらの方は松代の、あれですね、真田公園に置いてありますね。これも OK ですね。はい、この時もまだ OK だったですね。これはお清め式、はいはい、60年、はい、そうですね、昭和60年ということですね。はい、私が一番真っ先に、あ、どこかな、この方はまだずっと若い時で、はい、あとこれ見るとあれですね、古いあれですけども、はい、なんだっけね、これは長野の丸光さん、はいはい、要するにここの美濃屋さんですね、真っ白の美濃屋さんが、はい、長野行って丸光っていうデパート、はいはい、その長澤さんが会長で、はい、うん、ずっと何代もやってましたね。もうこれ見ると外車ですもんね。そうです、ベンツ の、うん、ベンツね、オープンカーですね。うん、そこでやっぱりこういう、はい、これ見るとあれですね、タスキをかけて、昔はタスキだったんですね。ああ、そうですかね。今はうん、この花のあれですか。ああ、そうですね、うん、この頃は真っ白町っていうタスキをもうかけて、
これ見るとあれですね、これも良かったと思います。こういうそのこれトラックじゃなくてね、遅い機の車です。これは昔、ね、あの馬が引っ張った材木をつけて、はい、山から下ろしてきた、うん、そのののあの使ったんです。これが今もうないんで、ね、で新しく私があの、うん、今回は作ったんです。考案して鉄で作って、あ、それで今度引いていくんですか。50度曲がる前でが50度曲がる、ここに50度曲がる、あ、50度じゃない、90度曲がる、要するにあのこうグーッとなる滑車がつけないと、あのダメなわけですから。これはどういう、それは、ま、街の中もそうだし、善光寺さん行っても善光寺が一番困るところがあの三門なんですね。三門はあれあの階段で上がるところは脇道があります。その脇道を通って、うん、そこの仁王さんの裏が一番困る場所で、あれを90度に曲がらないと、うん、だからこれはどうしても必要だってこと。どうしてもこの荷車でなければダメなんです。私の方またあそこの階段のところにこういう段を、うん、あのあれをつく傾斜をつけて、とてもあれは無理でしょうね。違うんですね、ダメですね、はいはい、これはだけどあれですね、ちょっと面白いの、あの古い写真ちょっと見ました。ね、鬼神善光寺石膏柱、これね、有志者って書いてあるんですね。だから途中まで、うん、あのこの時代も昭和12年頃もそうだったと思いますが、うんうんうん、あのどちらかというとあの有志でやったのは、うん、60年、昭和60年まで有志だったんです。うん、今は商工会議所、商工会議所に、ね、あのであのお願いして、ね、もうあの寄付を集めることや、うん、いろんなことが大変な時代入ってきましたんで、うん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 、やっぱりあの所管所の方たちに手伝ってもらうのが一番いいんじゃないか、うん、ということで、ね、いうことの中からあの、ね、今所管所に事務所を置いてやってるということですね。ですね、はい、はい、まあこれあの真っ白から出てくで、練る引くみたいな形でね、はい、こういう形で先頭を切って、はい、行くっていう形ですね。はい、そうですね、はい、それからこれも同じですね、婦人会の方たちがやっていただきましたね。真っ白駅のところへ集まって、今回もそうですか。そうですね、ここであの、はい、トラックに乗せ替えます。はい、はい、それであの八二銀行の本店まで持ってきます。あ、なるほどですね。はい、でまあこれが一応長野の広報にも載ってましたけど、はい、今こういう形で仲見世通りを行くと。そうですね、いう形ですね。これが今から3回目前のやつですね。3回ね、はい。でこれはどういうあれなんですかね。これはあの善光寺の本堂前に、はい、あのその日に納めて、はい、要するにお引き渡ししますと、うん、善光寺さんにお引き渡ししますというあのものをあれしたものですね。うん、これが長澤太一さんで、こちらが殿さんですね。殿さんですね。はい、あの今14代だけど13代かな。13、今14代であれば13代、うん、13代でしょうね。お父さんですね。はい、そうですね、はい、お父さんですね。はい、はい、でこれだんだん行っていきますと、こういう形でこれが今14代当主、そうですね、はい、今のお父さんですね。はい、これでもって口上を述べるんですかね。そうですね、はい、口上を述べて、うん、はい、あとこれはまたちょっと面白いんでちょっとあれですね、これ、はい、奉納式、はい、大本願、はい、それと大感心、そうですね、これ両方の大本願と大感心、うん、両方にご挨拶を、うん、あの善光寺の方に納め込んできましたという形の中でご報告上がって、うん、で来るということなんですね。そうなんですかね。そこで記念写真を撮ったということですね。はい、結構皆さんね、役員の方って結構行ってますもんね。そうですね、はい、あの幹事さんまで入ったのかな、はいはい、であとはこういう形で前立本尊さんという形で、はいはい、これ触るとこの後ろからこの本尊さんとつながって子供ってやるとご利益ありますよという形ですね。前田寺本尊とつながってるということですね。あとあれですかね、これからまああのまあ来年じゃなくて、一通りも終わりましたけども、はい、これから終わるんだけどね、はいはい、もう次の段階のことを考えるんですか。はい、そうですね、あの私常にそうなんですが、あのまあ収めることができましたと、はいはい、まあ、これ一つの安心、一安心できたなと思うんですが、はい、そのところからまた次の石膏柱を探さなくちゃいけない、うん、これはどこにあるのかと、うん、いうことなんで、うん、もうそれは常に頭の中に置いて、うん、あのまあ、動いてるわけなんですよね。あ、なるほどね、ええ、どうですか。
だこれもあれですね、じゃあどこにあるどこにあるっていうのもある程度そのいろんな人に聞いたりはしなりしないんですか。しながらまたどこにあるなっていうのが大体は分かっとるんですが、うんうん、さて切らしていただくには、うん、まあ大変な作業が待ってるわけなんで、うんうん、簡単に話に乗っていただけるかくれないかはちょっと未知数なもんですから、なるほどね、これからまたこれが終わればまた、ね、6年間一から始めなくちゃならないですね。わかりました、はいはい、まあ、これで29日にね、御柱町内回りながら善光さん行くわけですけども、はい、まあ、怪我のないように一つやっていただければといいと思いますけども、ね、はいはい、今日は本当にお忙しい中ありがとうございました、どうもよろしくお願いします。いや、皆さん、2週続けて、はい、ご苦労さんです。いや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 、大変でした、ありがとうございました。どうも、まあね、エコ柱、はい、エコ柱、いいですね、いいね、はい、やっぱりちょっとその、うん、その前にその前にね、お知らせは、うん、お知らせなんだけど、はい、これもね、はい、夢空間がやっておりましてね、はい、ご会長に合わせてマスル学講座ってやりますけれども、はい、3月の21日、今週土曜日ですね、はい、これもまたね、エコ柱奉納の体験を語るっていうので、お三人さんに来ていただいて、まあ、今、ね、坂田会長さんもあれなんですけど、うん、山田さん、八田さんっていう方に来ていただいてね、やっていただいて、それでまたそういうお話をね、ちょっとお聞き できるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、もう一つ、一つはね、はい、これ今ひな祭り松代でやってますよ、13回ね、この中で、はい、園芸会をやるっていうんですね。22日日曜日、これもね、前島家住宅で、うん、1時半からやりますんでね、これもね、三味線、それからオカリナ、うん、落語もやるということで、はい、そんな形でね、内容いっぱいありますね、まあ、ぜひね、来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします、はい、ぜひね、はい、はい、で、三田さん、続いて来週の予告を、はい、来週はですね、はい、あ、三坂さんじゃないですか、俺だ、はい、そういうことです、はい、何をやるの、ね、ね、うん、ね、うん、かわいい子でね、うん、剣道と私ってことでね、実はね、剣道三段の、剣道の達人で来ていただくんですよ。あ、そうですか、はい、面倒ってやるんだね。そうかな、面倒だな、はい、そういうこと、はいはい、じゃあそういうことでね、はい、頑張ってやっていただきたいね、はい、はい、で、うん、本人来てるの、あ、来てるの、あ、そうだって来てるんですよ、よかったね、じゃあちょっと紹介しちゃうね、うん、お願いします、はい、じゃあちょっとどうぞ、はい、これ持っていただいて、はい、はい、いや、笠井さん、はい、いや、よろしくお願いします、来週は、いや、嬉しいですね、この若い方と、いや、素晴らしい、面なんてやんないでね、はい、はい、何話してるんですか、はい、剣道についてお話をしたいと思います、うん、剣道について、小学校1年生からずっとやってるので、うん、その剣道について皆さんにお話ししたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。3段って何、いつ取ったの、三段は、高校3年生の時に取りました。おお、そうなんですか、そんな話も含めていただけると、はい、楽しみですね、来週は、よろしくお願いします、はいはい、それでは来週のしゃべくりまつりをどうぞお楽しみに、はい。